はい、田中球児です。今回ですね、ちょっと話題になってるおっさんが美少女になりきってチャットしてくれるという話題のプラスリンクスをねやっていきたいと思います。あ、これ案件じゃないですよ。はい、この完全なリアルチャットが楽しめるっていうのが売りらしくて、本当にリアルチャットらしいんですよね。で、その中身がおっさんじゃねえかって疑惑が出てるんですよ。これ疑惑っすかね、本当かどうかわかんない。でも噂だとおっさんだし、これ R18 番もあるらしいんだよね、噂だと。あーあなたは18歳以上ですか。あら、あるねー、 R バージョン。おっぱい見えとる。これちょっとまずい。ちょっとこれ無理。 YouTube 的にまずいわ。え、でもこれ H バージョンってね、おっさんとエッチすんのこれ。ちょっとさすがにおっさんとエッチはしたくねー。おっさんとおっさんがエッチしちゃうとか地獄絵図だろ。ちょっとすいません、ちょっと健全版やります。とおっさん版は YouTube 版されたくないしね。あー、ブラウザ系なんだこれ。これブラウザ系っすわ。懐かしい。このブラウザゲーの携帯プラスリンクス、君とつながる思い。はい、おっさんいつになったら出てくるんだ。まだ出てきてないね、おっさんは。まだ美少女。プラスリンクスの世界の名前何しよう。でもやっぱさ、ここでさ、おっさんズラブとかすんのさ、失礼だと思うんだよな、おっさんに。やっぱ相手も仕事でやってるからさ、客に当たる店員みたいになっちゃうと思うんだよね。ちょっとだから敬意ある名前するわ。これでいいね。タイナカリズで、ニックネームは田中でやっていきたいと思います。まあおっさんなんだけど、中身ね、この子。これ多分ね、 R18 番だって。これね、エロシーン流れんだよね、おそらくここで。あの DMM の俺ね、結構ね、エロシーンプロとして多分流れると思う。これはね、18ピキン版じゃねえか流れないんだけど、おそらくね、俺の予想は流れる。もうエロシーンなんだよな。18金版いきましょうか。18金版はね、本当に DMM のエロソシャゲってノルマがあるんですよね。ファンザゲームズ、やっぱちげえんだよな。この時点だとエロシーンがね。 DMM の R18 のエロゲのよくあるのが、エロシーンはね、最初のエロシーンはすごい簡単に入れんだけど、その後のエロシーンが入れないっていうのがね、黄金してあるんだよな。いや、多分エロシーンあると思うよ。多分ある。あ、ない。 あれないぞ、エロシーン。嘘でしょ。え、エロシーンないの。え、あ、ここおっさん要素。これえ、これおっさん要素でしょ。え、なんとかよし、おっさんに。おっさん、でもやっぱ、はい、おっさんも女の子だからな。やっぱここでさ、おっさんだに対してさ、やっぱなんか慣れ慣れしくするのはおかしいと思うんだよね。やっぱ店員とコンビニの店員と客の関係だから、ここちょっと礼儀ある、礼節あるたりするわ。こんばんは、今日は良い天気ですね。これだったらパワハラになんないでしょ。あー、なるほど。おっさんと喋るのにお金必要なんだ、これ。こんばんは、今日は良い天気ですね。え、これマジで来てんの。嘘でしょ。いい感じです。デートやっちゃったら、お話続けていくと、あなたと女の子の中次第に深まっていきます。あー、分かった。この親密度が上がると、エロシーン解禁されるスタイルだろう。俺詳しいんだよな、こういうの。指揮者だから。デートがあると場面はチャットに移るにゃ。はい、チャットで好きなメッセージが送れるにゃ。え、なんてメッセージ送ろう。ゲームについて触れるのはマナー違反だよな。今日は良い天気ですね。やっぱ定番でしょ、天気の話題は。ビジネスパーソンとして天気の話題は基本ですよ。すごい飲み込みが早いですね。バッチリです。あ、これ自動チャット。ちょっとおっさん感じねえわ。デートできるんだ。エロシーンないの？ DMM のくせに。この調子でどんどん話して、女の子と仲良くなってくださいね。やがていろんな場所でデートしたり、二人だけの秘密の時間を楽しむことになるでしょう。でも中身おっさんって噂だよ、君。それではこの先の未来で訪れる。あー、来た！来ました！まあ、ひとときを少しだけお見せしますね。これエロシーン絶対流れる。絶対流れる。もうこれはね、 100% 流れると言ってるでしょな。俺分かってたよ、分かってた。やっぱ来るんだよな、 DMM のソシャゲはエロシーンが。やっぱね、ブラウザソシャゲは抜けねえんだよな、結局。そこが大きな弱点だ。これ通常版だとないでしょ、さすがに。通常版でエロシーンあんのかな。
やっぱ通常だと色シーンないっすね。もうチュートリアル終わった扱いになってる。いやでもなかなか際どいけどね、これ通常でも。ASMR、熱に うなされて燃える耳なめ、ASMR による立体音響でシーンを再現。エロシーンを再現ってこと？もういい、ああ、18禁版だから流せ、え、待って待って待って、なんか とんでもないこと書いてあった今。ここ見てほしいんだけどさ、全ヒロインが、あ、違う、全ヒロインがさ、深夜2時まで眠りません。やばい、おっさん、おっさんに夜更かし強要されてんぞ、これ。本当に女の子か？大変だな、こういう仕事も。で、やっぱ皆さん、おっさんとのね、多分チャットが見たいという人が多数派なんで、ちょっとチャットしていきたいと思います。今ね、12時回るか回るかぐらいなんですよ、夜の。だからおっさんちょっと反応悪い可能性はあるわ。この子可愛いね。この子とチャットしたい。まだチャットを交換してない。あ、一回デート行かないといけないんだ。だる。あ、間違えちゃった。違う子行っちゃった。いけんだよな。俺はお前と話したいわけじゃねえんだよな。おっさんと話してんだよな。ごめんな、女の子。俺はおめえの向こうにいる人間と話してんだよ。確かに絵はちょっと可愛いけど、ちょっとこれ、エロシーみてえな。ん？リアルチャットゲームのため、プレイヤーの皆様、好きなように会話することが可能となります。ですが、プラスリンクスの女の子も、普通の女の子と変わりません。行き過ぎた暴力表現や無理やシチュエーションなど要求などは、女の子が困ってしまい、返答できない場合がございますことをご了承いただければと思います。女の子には優しく接してください。その上で楽しいお時間を過ごしていただければと思います。本当に女の子なのか、ちょっと怪しい。本当に書いてない女の子か。女の子たちはすごく敏感です。暴言や過度な要求で嫌われてしまうとメッセージが来なくなったり、デートに行けなくなってしまう可能性があります。一度信頼を失うと簡単には取り戻せます。いや、これはちょっとビジネスパーソン力出るわ。いやー、ちょっと緊張するな。これおっさんとの会話だけど。この背景の飯について話すか。ラーメンはお好きですか。これは大丈夫でしょう。俺も嫌われたくないからね。お好きですか。いきます、チャット。嘘だろ。大変申し訳ございません。現在は入場規制中となってます。はぁ、もうやらんわ。ということで、また時期を見計らって、ちょっと今日は無理なんでね、また時期を見計らってやっていきたいと思います。ちょっとこの時間帯混むんだな。はい、ということでね、一日置いたら今度はメンテナンスかよ。お前どんだけこのゲームできないんじゃ。あと10分か。今ね、3時50分なんだよね。ちょっと待ちましょう。ということで、メンテ開けたんで、多分俺が最速のおっさんになれる気すんだよな。なんかね、入場規制ってのがね、解除されてない説があるらしいんですよ。なんかできるかできないか運ゲーらしい。で、この今4時はさすがに人いないと思うんだよね。これが新キャラかな。でも新キャラは人気出ると思うんだよな。ちょっとおっさん、人気のおっさんが当てがわれる可能性高いから、ちょっとあんま人気なさそうなキャラちょっと狙っていこう。失礼だけど、メガネかけてるやつ、あ、こいつだ。メガネ基本人気ねえからな。よし、おっさんとチャットいきます。図書館ってことは本読める設定ってことですか。私、この図書館の司書を務めておりますまさきゆりあいと申します。こんな若いやついたか、図書館に。図書館って冗談抜きでおじいちゃんの睡眠場だからな、半分。こいつベラベラ喋るやん、こいつ。めっちゃベラベラ喋るやん。あ、チャットタイム来た。この内、この人ね、会話の流れ的に本が好きっぽいんだよね。本の会話すれば、おっさんとも多分自然、本好きなおっさんが当てがわれるって思うけど、本の会話すれば。おすすめの本って何？本ある？ラノベとか好き。これおっさん多分ラノベとか好きです。これはいけるだろう。おっさんもラノベ好きだからな。ラノベの瞑想って確か30代40代のはず。ふざけん、もう入れねえじゃねえかこのゲーム。いつ現在、もう、いやさ、さすがにちょっとゲームできないという。これだか
からあれなんかちょっとなんか燃えてたん、炎上してたっぽい、なんか炎上って書いてる人いたんか、それ怒る人いるわ。ゲームできないとかどういうことじゃ、ってことで、はい、プラスリンクスの実況終わりです。なぜならゲームができないからね、おっつ。おっさんと会話ができないおっさんのゲームってなんだよ。ということでね、おっさんと会話できた人ね、ぜひコメント欄で教えてください。はい。いや、これね、本当に入場規制ね、2週間以上かかってるんだよね。どんな、めっちゃ会話できないやん。